乃木坂46の久保詩織が、27日放送の、乃木坂46のオールナイトニッポン、日本放送、毎週水曜25時、に出演。自身の上京時について明かし、上京するリスナーたちへエールを送る場面があった。久保詩織、上京時に見せた覚悟この日はリスナーのメッセージとともに、上京、についてトークした久保。中学3年生で乃木坂46のオーディションに合格し、高校に入学するタイミングで東京に上京したというが、上京して8年だよ。でも未だに私めちゃくちゃ東京のエモさ引っ張っている。東京に自分がいる、というエモさを、まだ引っ張っていると、上京という出来事が人生において大きな出来事だったと回顧した。久保は自身の上京時について、別に、帰ろうと思えば帰れるじゃないですか。でも、なんか覚悟決めた感じなんですよ。私の場合は、友達の連絡先全部一回消している、とかなり強い意志で臨んだと告白。同時にドラマなどでよくある、私はあの頃には戻らない、東京で頑張る、といったような確固たる信念についてはその決意を固めようとするの。ただそんな強い人間じゃないからみんなに会いたいとか思っちゃうのよと、気持ちが今でも揺らぐことがあるとも振り返り、地元の友人たちが作ってくれたアルバムを、今でも見返す、と口にした。久保詩織、上京するリスナーたちへアドバイスそんな相反する気持ちを今でも抱えているからこそ、久保はこの春上京するリスナーたちへ、頑張ろうね、心強く持って、と激励の言葉をかけつつ、いつでも帰ればいいよと気持ちを楽にするようにもアドバイス、私もすぐ帰るから。そう、私1日休みがあったら宮城に帰るからね、宮城好きすぎて。そんぐらいの気持ちでいいよ。いつでも帰れると思って、とさりげない優しさあふれるエールを送っていた。